ウジェーヌ・トゥルパンフランソワウジェーヌ・トゥルパンはフランスの科学者である爆薬の研究で知られるパリ近郊のコロンブで暮らしたポントワーズデボツ古い日本語資料ではチュルパンの表記も見られる1885年彼はピクリン酸を発展させてメリニットを作り出したこれは爆発性を持つが不安定な物質であるピクリン酸を 砲弾の策略用に実用化した最初の例である。数年のうちにイギリスの立体と日本の下瀬火薬、オーストリアのエクラジットなどがこれに続いて開発された。ジュール・ベルヌが1896年に発表した長編小説、悪魔の発明が自分をモデルにし貶めていると感じた。彼は同年10月にベルヌを名誉毀損で告訴した。裁判は レーモン・ポアンカレの弁護により初心、最新ともにトゥルパンの敗訴となった。鈍感剤として、コロジオンを配合し、遅延進化を同時に開発した英語読みで、メリナイトとも呼ばれる。マッドサイエンティストと新型火薬を題材にした作品。ありがとうございます。